中華の電熱ベスト購入したんですけど、ちょっと到着して、これ見て、これやばいやろ、めっちゃへっこんでるやん。これこのままやったらさせないですね。もう完全なる不良品ですね。これが中華クオリティですね。これどこのやつやったっけな、スマート電熱ベストパンツとかいうやつ。そもそもこれ潰れてるからな。で、これを使えるようにちょっと頑張ってみる。いけんのかこれ、怖え。くそ、どうやったらこうなるね。わざとペンチで潰してあんじゃん。その可能性は大いにあるぞ。ちょっと戻ってきた。これどう？治った？これを、モバイルバッテリーにつなぐ？つないで、いけるかな？一応つながりましたね。で、これで電源がちゃんと入るかどうか。電源が入るかどうかね。はい、入りませんね。あ、入った。電源入りましたね。これ使えんちゃう？多分。あ、でもほんのりあったかいですね、もうすでに。これがベストですね。ご覧の通りのこのデザイン。まあこれインナーやから別にどうでもいいけどさ。で、これボタンですね。ここ電熱線が入ってるのがわかります。裏の方がわかりやすいか。ここに電熱線が入ってますね。これでもな、価格は何本やったっけな、これ。これ3000円もしなかったので、セールで買ったらもっと安かったので、それで、まあ、USB コネクタのところはちょっと潰されてたんけど、それ直したら、普通に使えるようになりましたね。あと、縫製も結構ちゃんとしてる。意外と。で、素材もなんかそれっぽいストレッチ素材で。電熱はこことここと、あとは背中に入ってますね。はい。だから背中と、あったかくなるのは背中と、こことここ。しかもこのなぜか知らないけど、こうモバイルバッテリー入れるポケットの裏側がもう熱くなるというね。ちょっとこれ欠陥かもしれないね。バッテリーごと温めてどないすんねんっていうね。で、ここが電源ボタンですね。電源を長押しすると赤くなって電源が入る。で、もう一回押すと白くなって中音。で、もう一回押したら青になって、これが低音ですね。で、バッテリーはこの、バッテリーポケットに入れておくんですけど、で、配線こんな感じね。だバッテリーは多分1万ミリアンペアがちょうどいいですね。あの、容量も大きさもちょうどいいですね。ただこのポケットの裏が、ポケットの裏に電熱線が入っているので、ポケットごと温まるので、この温まるところにバッテリーを入れるっていう、ね、設計がちょっとどないやんっていう感じやけど。ちょっとこれの設計が微妙ですね。問題はこの見た目ですね。これは。ファッションでやってると思われたらちょっときついな。これサイズは XL ですね。で、普段 L を着ているので XL にしたんやけど、それでもちょっとパツパツやから、普段 L を着ている人は XXL、2サイズ上のやつを着た方がいいですね。これ、冬で服を着込んでいる上にこの着るからね。もうこれ裸の上に着るんやったら別に普段のサイズでいいと思うんですけど。これ裸の上に着たら低温やけどするからね。まあ、電熱でもかなりあったかいですね。電熱はまあいいと思います。あとこのベストタイプっていうのが良かったね。ベストタイプやから、汎用性が高いんですね。モバイルバッテリーにつなげるだけで使えるから、ベストタイプやったら、モバイルバッテリーの収納する、ポケットを簡単に作れるからね。だから後付けのタイプでも余裕で使えますし、中華製でも特に問題ないと思います。
まあ断線とか感電は怖いけど、まずないでしょうね、今時。あとはね、ベストタイプのいいところ。なぜベストタイプは中華製でいいかというと、まあ、稼働する部分がほぼない。可動域がほぼないから、グローブとかと違って、稼働する部分がほぼないので、耐久性的にはあんまり問題ないってこと。まあ、最低でも1シーズンは使えると思いますね。この状態やったら。まあ、折りたたむときに無理やりなんか折りたたんで圧縮したら、やばそうやけど、それしなければ特に問題ないでしょう。あとはね、まあ、グローブはやっぱり、ちゃんとしたコミネとかのちゃんとしたグローブ買わないとやばいと思います。あれ、グローブはね、やっぱり、このアクセルをこうひねったり、クラッチ操作、レバー操作あるので、レバー操作あるし、アクセルの、特にアクセル側かな、このひねる動作ね、それが断線の元になるみたいね。で、断線したら、感電する場合があるみたいですね。グローブで。電熱グローブで電源オンにしたら感電するみたいなのもあるみたいな。